それではご登場いただきましょう中村俊和先生と小石優香さんです皆さん大きな拍手でお迎えください <music> こんにちはよろしくお願いいたしますそれでは中村先生小石優香さん早速よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします初めての CP プラスでちょっと、はい かなり緊張してるんですけれども。もうずっと控室で、あの、緊張しっぱなしで、こっちまで、これ、プレッシャーが、あの、わかる感じで。お腹痛くなって。大丈夫ですかあの、今日はですね、のんびり楽しく。すみません。今回ちょっと、あんまりね、写真の専門的な話なくて。そうですね。キャンプしながら、撮影楽しめたらいいなという、ゆるっとしたお話を、はい。したいなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 でまず僕と小石さんなんですけれども、はい、まあ撮影の仕事で知車関係の私がキャンプの車とキャンプの,あの監修をしてました。ウェブ監修をしてましてそこでいろいろ車の撮影やキャンプの撮影をしてるんですけれども、はい、えとおすすめのカメラマンさんということで、はい、中村さんをご紹介いただいてそこからご縁が始まったって感じですね,ですねで。小石さんも鳥に興味を持ってていいただいて で一緒にねキャンプとかもさせていただいたりして去年僕があの OM システムさんのギャラリーで個展を開いたんですけれども、はい、その時もトークショーに来ていただいてゲストで。話したら なんかまさかの CP プラスまさか古典からここになるとは、ね、こんな大舞台に立たせていただけるなんて思ってなかったんですけれども、はい、びっくりなんですけれども、はい、じゃあ早速話をしていきたいと思いますはい小石さんイラストレーターとしてもね、はい ご活躍なんですそうですね、これ、私の漫画本なんですけれども、ゆるっと始めるキャンプ読本とか、あとカメラ始めますとかいう本もちょっと書いたりしまして僕の古典の時のトークショーで、はい、僕の写真をイラストにして,てましそうですねその印象に残った、まあ全部素晴らしかったんですけれども、こうね印象に残ったすごい可愛らしいものだったりっていうのをイラストに書かせてもらって、トークショーでお話をさせていただきましたね。ねはい、はい で,で、今回は小石さんのキャンプに僕とね、あの、撮影をしながらキャンプをしましょうということで。はい、はい、そうですね。はい、あの、皆さん、キャンプってされたことある方いますか 結構あ,ありがとうございます今日はキャンプの話もねちょこっと入れてこうと思っているのでい,いっこちら、ですねあの千葉県にある有飲園ていうキャンプ場なんですけれども、まあ、年間通してやっていて、えっとまあ、オートキャンプ、まあ、ファミリーキャンプからソロキャンパーまで受け入れてくれる結構いいキャンプ場なんですよね私たちがい,い,、ね、そういつも撮影しているのも実はここなんですよね。 でこのキャンプで小石さんがまあ身近なねキャンプサイトの自然だったりとか、はい、まあキャンプの風景でしたとか、ねうん、そういうのを撮影してもらってでまあ、僕も、えー、撮影してそれと小石さんがなんと野鳥の撮影にもちょっと、ねはい、そうですねチャレンジしてし挑戦したのでそれも後から出てくるんですけれども。 こんな感じで、ね、雰囲気のいいキャンプサイトで。はい、そうですね。区画されていて、ね、自分のプライベートが守られるような感じなんですけれども。ね、あのー、すごい、ここのキャンプ場の特徴として、アリノメアのロゴマークが四十からなんですよね。そうですね。鳥居ね。鳥居だなと思ったんですけど、はい、まあ、私、これ、えっ、ー、と、キャンプ始めて十何年経ってるんですが。それが四十からだ、そのロゴマークが四十からだって言ったのは、あの、聞いたのは中村さんに教えてもらって。<laughs> ここを、二、三年で気づいたっていうお話なんですが。<laughs> <laughs> よく見ると本当に小さい鳥がたくさんいるキャンプ場なんですね、うん。そうですね。小鳥多かったですよね。あ、ちょっとあのその前に私のちょっと宣伝していいですか。あの,あのこのテントは私のデザインしたテントですね。そう,そうですよ、ね。<laughs> はい <laughs>、はい、私ソロキャンパー向けにソロテントなんかも作っておりまして、私のテントと共に一緒にキャンプをさせていただきました。ね、はい。はい で、小石さんがこれは撮影したものですけど。いや、<回>正直言って、このレベルのレンズを持たせてもらったのは、私初めてだったんですよ。<laughs> なかなか野鳥観察、野鳥の撮影って、一番私ハードルが、あの、低いところで高いのが、あの、レンズが大きいこと。そうですよね。<laughs> はい。で、いきなり、あの、OM さんの方から、はい、小石さんに野鳥を撮ってもらいましょうっていう無茶ぶりが。そう、このトークションのために野鳥を撮ってくださいって言われて、中村さんが、絶対そんな簡単じゃないよって言ってたんですよ。ですよね。でも、なんで簡単じゃないんだろうと、ちょっと不思議だったんですけど、やってみて分かりましたね。ねはい、初めてこの この時初めてあの望遠レンズも使った<う>って感じですもんね。いつもねちっちゃいやつしか使ってなかったのではい。 もうう小石さんが撮影したキャンプサイト周りのそうですねまずは、身近なあのキャンプサイトにある身近な自然を撮っていこうということでいろんなレンズを試しながら、うん、あの試し撮りしたというちょっとやっぱ視点を変えるだけでマクロだったり望遠だったり、うん、視点を変えるだけで一つのキャンプ場がもうたくさんの色に変わっていくっていうのが、うん、バリエーションがとても増えて面白いなと、ね、お子さんとキャンプする時なんかにも、ねうん、視点を変えるっていう点ではいいのかなと思いますね。うん これなんか OM5 を今回ね,そうですねこちらを使ってこちらをはい、はい、お借りしてであといろいろねアートフィルターっていうのが入ってるんで楽しいのかなと思うんですけれども、はい、そうですね私あのー、カメラの漫画本を、えー、ちょっと書いたことあるんですけれども正直レンズを変えるまでの、あのー、入門書ではなくって <laughs>、うん、本当に覚えることは3つだけでできるよっていう簡単な絞り優先で できるぐらいのあの腕前だと思ってください皆さんはい<え>はいでアートフィルターってもう何も考えなくてもできるなっていうことで <laughs> あの使わせていただいたんですけど直感的にも絵がちゃんとわかるんでねうもうね皆さんはもう全然ご存知だと思うんですけどこう,うこういう効果がいできるんだなっていうのがわかりますもんね。はい もうキャンプ場って本当何もないと思われがちだけど本当自然ってもうあらゆる角度の絵になる場所がたくさんあるので<ー>もうカメラ持ってくと楽しくてしょうがないですよね。 エモいかかなななとと思ってなんか雰囲気あるなと思って、ね、<laughs> 昔のインスタグラマーってこんなんだったよなっていう感じで撮ってます、はい、今回小石さんが撮った写真をいす、えー、全部僕の方に一旦もらってその中から僕が選ばせてもらったんですけども最初はね鳥の前にねこういうところでちょっとお茶を濁させてもらってましていきなり鳥全部鳥で行くのがハードル高いんで、はい、だから最初は練習ということで。そうですね なんかこれもこれはトイモードっていう雰,雰囲気あるなと思って、うん、その撮りたいものに合わせてアートフィルターもいろんなフィルターがレトロモードだったりあったので、うん、まあそういうのを撮らせてもらって結構面白い感じになったかなと思います。そうですよね、はい ちょっとね、これはね、三十点ですね。<30点> <laughs> もうちょっと私の点といい感じなんですけど。んなんかん、なんかあんまりうまく打たんじゃないかな。ここはい。何がダメですか、これ。うん、何がダメだと思います。<laughs> <laughs> 私、まず構図が。<laughs> <laughs> なるほど。はい、うん。これはキャンプした翌日の朝食。そうですね。この目玉焼きがつるんとしてる感じが。そうです、ね取れ。取れてよかったなっていう。 これもなんかアートフィルターを使って、はい、そうですね。うん、アートフィルターも何モードかはちょっとその時の感覚感覚で色合いとかが欲しかった時に合わせてるだけなので、んなんか、はい、いい色合いですよね。なんか雰囲気あって。 っレトロ多分私が結構そのヴィンテージ系な写真がとても好きなので、うん、そういう,こう思いつきで写真を撮れるというところはあ<ー>あの難しく考えなくていいんだというところは結構ハードルが下がっていいなと思いました。そそうですねミラーレスだともうその、うん 撮れる写真がもうファインダーでわかりますもんね。はい、そうですね。結構オートモードだけで撮ってる女性っ女性キャンパーの方も多いんですよ。カメラの使い方わからないって、うんはい、だったらもうちょっとアートモードとかでちょっと遊びをある方がまあ広がるのかなと思いました。うんうん、そうですね。はい、それでねキャンプの記録としてもね楽しい記録が残せれますもんね、はい、思い出がね。うんはい あ、これはこれはそろそろ二人で野鳥を撮り始めた。2> 2これは O M システムの菅野さんという方が撮ってくれた写真なんですけれども。 なんかまあこの日も三人でキャンプしたんでねはい、はい、そうですこういう記録の二人の写真は菅野さんが撮ってい、はいっていてますこの日はたまたまキャンプ場がお休みででアリルメイの社長さんが特別に開けていただいたのではい、はい、そこは小石さんの力ですね <laughs> キャンプ場のもう貸し切りの状態だったから結構ね,ね鳥がねいましたね、うん、ちょっと自由に動けたっていうのがありますよね。はいうん でで僕はあの鳥以外でこういうキャンプ周りのっていうことで鳥の来るこれは、えー、と実なんですけど実とか花とか。はい そういうのを鳥の食べるものをちょっと取ってみました。これは何の実ですか？これはねハゼの木の実,です、はい、実なんですか？ね、これを食べるんですか？食べに。でちょうどキャンプの小石さんがあのテントを張った目の前がこの木でしたよね？そうですね。本当<う>たまたまなんですけどキャンプサイトの目の前がこの木でいっぱい実がついてたんですよね。ですね。だからもう座ってるだけで鳥たちがねやってくるんですよ。そうそうそう。この木の実を食べにね記録したのは目白飛ドリ ジョウビタキ・ルリ・ビタキ・シロハラ・アカハラえ、そんなにいたんですかまあ、旅に来てましたねいやもうこれ、私一人だったら全部小鳥で終わっちゃうところ <laughs> <laughs> 中村さんもうその間に五種類もそうですね、六種類ですね6種類いっぱい来てましたね違うから、1、2、3、4、5、はい そうだからねキャンプあのテントのところに椅子で座ってるだけでこれくらいは見れたという、はい、なんかもうじゅ鳥たちが巡回してくるから、うん、もうずっと座ってるだけでそうですねあいたいたみたいな結構キャンプに集中できないぐらい小鳥たちがいた場所でした<笑><笑>それがまあこのハゼの木の実ですね、はい、それとあとキャンプ場に結構これ サザンカの花なんですけれども。サザンカなんですか。最初はツだと思うんですけどそうですね。それ後から調べたら、あのツは花ごとポトッと落ちるんです。確かに花びら。サザンカは花びら一枚一枚落ちてたじゃん。そうですね。で調べたらサザンカでした。じゃサザンカのこの蜜を水に小鳥がメジロとかヒヨドとかが。もうメジロ ああもう本当にこの蜜を、うん、数週間を見ててそれはちょっと感動しましたねそういうの実際見ると実感できますね,そうですねはいそれでこういう写真を撮った後後からねこのサザンカだって分かるっていうそういう記録としてもこれ梅もやっぱりねヒヨドリとかメジロが蜜を吸いに来てましたね すすごいですねこれはねこれは6 0ミリマクロっていう<ー>まあ近寄れるレンズですね、はいうん、それを使ってあ、まあ、鳥以外僕撮ることあんまり最近なかったんですけど、はい、久しぶりにこのレンズ引っ張り出してあそうなんですか、はい、撮影しました<ー>でこれは聖鷹泡立ちそうホウジロ類とか、はい、ベニマシコとかが好んで食べる これどこ食べるんですか。このね先のまあ種子種,種子、うん、をも食べてると思うんですけど。企業、えー、に乗っかりますよね。うん、本当に。うん、でこういうね食べるものとかが分かってると。 ちょっとそうですね、うん、キャンプしながらでもちょっとだけ気にしてるともしかしたら鳥が見れるかもしれないのでいや本当、野鳥に詳しい方ってまず声を聞き取るっていうところと、うん、やっぱりどこに来るのかっていうのをよく見てらっしゃるなっていう,う、ねうん、やっぱねが,がむしゃらにうんって探しても、うん、やっぱり来てくれないので,そ,ですよ、ね、それも写真を撮る上でのポイントだったりするんですかね。 でそれとねキャンプ場にこういう石がたくさん置いていやあるこれはね盲点でしたはい糞がついてるのがねはい。ところどころにあってこれもやっぱりね鳥の来るサインなんですよねすごいですよねあなんか何気なく今まであった岩が、うん、鳥の糞で鳥の場ポイントになるかもしれないそうん、いうことですよね そういうのもね知ってるちょっと知ってるだけでキャンプ中にああそこに鳥来るかもなってねちょっと考えるだけでも楽しいじゃないですかまあお花とか実とかその石とかの糞とかでその鳥たちの行動を最初に予測してそこでちょっと待ち構えたりカメラセッティングしたりとか撮影作品を撮りたいなと思ったらそこでじっくり待つしまあ記録として楽しい あの思い出として撮る分には普通にねあの気楽に撮っていただけたらなと思いますけど、はいうんはい、なかなかこういろんなキャンプ場一つでもいろんなポイントがあるってことを教えていただいて<ー>はいもう一人だとキャンプしてねお酒飲んでぼーっとしてるだけなんですけれども <laughs> あの発見が中村さんと一緒にいると発見があって面白かったです。ですね、はい では次からはもう小石さん。バズーカのようなね。はい、はい。これはな何のレンズなんでしたっけ？これはね100か、はい、10400のズームですね。もう十分見れましたね。あのー、35ミリ換算で、はい、えっと,、えー、と200から800ミリというズームなんですけれども、はい、まあ800ミリあるとヤチって割とね撮りやすいと言われてるんで、うん、でも今回小石さんこの時が初めて、はい、初めてでしたね。はい。 だけどだけど取れたんですね <laughs> まずはこのさっきのね <laughs> あのハゼの木 はい、見に来てる目白ですねいやこれ、本当、一発目とかなんですけど、中村さんは私がシャッターを押してるのを見て、この子、適当にシャッターを押してるだろうと思ったらしいんですけど <laughs> 絶対、ファインダーの中に鳥、入ってねえだろうと思ったんですよね<笑><笑>そう。難しいっていうのは、やっぱり普段慣れてないレンズで、うん、ファインダーにまず鳥を入れることができないから、難しいっていことをおっしゃってたんですね、私、何も分かってなかったんで、うん、え、普通にいるじゃんなんかパパパパシシシシャパシャャャ隣で撮って。 てるからえこれ本当に取れてんのかと思ったんですけど <laughs> 意外と取れて,て実は取れてた、はい、まあその前にカメラでね撮る前にも小石さんに双眼鏡で あの観察とかはねねしてたんでで、はい、そうです、ね、まずあのカメラで撮る前に双眼鏡をおすすめされて双眼鏡を買ったのが2年前ぐらいなんですね一緒にそのキャンプしながら鳥見る時にもやっぱ自分の双眼鏡を持って、うん、こうファイナルに入れるっていうことは、まあ、ちょっと特訓してた最初それ,それこそ双眼鏡で鳥を見るってこと自体がすごい難しかったんですよ。 うん、でも小石さんね、うん、初めての初日の日でもね <laughs>、はい、ウグイスがちょこちょこ動き,動き回ってんのあ愛、はい、い,いとか言いながらしっかり見てたら、ね、センスがあったってことかもしれないですけども意外とこれファ、あのー、双眼鏡の視界に入れるの大変だよなって思ってたのもしっかり見てたので <laughs> なんでですかねまあ分からないですね <laughs>、うん、その辺ちょっとセンスああよかったですありがとうございます <laughs> まああともともと鳥がねそのよく観察するような癖はつけてたからっていうのもあるかもしれない それで,す、はい、で,で今回カメラを持った瞬間でももう、はい、撮れましたね。いや嬉しいです、本当、なんだろう、この今まで双眼鏡を見て自分だけの楽しみだったものが写真を撮ることでこう見てもらえるっていうかみんなに共有してもらえる、これ見たんだっていうのをうん、うん、ちょっとお友達とかにも言え、この鳥何っていう話題の種になるっていうところがすごいやっぱ。 写真を撮るっていう意味が面白いなと思いました。そうですね、もうこれなんかもう,う、上手くないですか、私いや。これ雰囲気あるなと思って。<laughs> まあんん、ね、無理やり。<laughs> <laughs> そうですね。これは中村さんに教えてもらって、さっき、あの、空が抜けてる写真だったんですけど。イチローは背景が空で、はい、この日曇り空だったんで、はい、もう真っ白になっちゃう。ので。 背景あるところで撮ると、また違った感じになるよっていう話が。そうですね。もう本当それでぐっと、あの雰囲気が変わった、うん、それだけで変わったので。うん、実践、やっぱね、実践してみて、こんなに違うのかと思いましたね。うんうん、また緑にね、すごいオレンジが生えてますね。そうですね。で、常備滝、はい、この、あ、この鳥は常備滝という鳥なんですけれども。まあ、最近、あの冬鳥として日本に。 来る鳥だったんですけども、はい、最近標高高いところだと繁殖もし始めてで一年中見られる鳥になりつつあるなんか昔は冬以外で見かけられたら大騒ぎだったけれどもまあ今や一年見ても一年中見ても普通になってきてしまったっていうまあ普通とまではいかないですけど、ね、ちょっと標高高いところに行くと割と繁殖もしているっていう鳥なんですけれども。うんうん 結構ね、あのお腹のオレンジ綺麗な人気があるといいですね,ですね、うん。最近は飛んでてもわかるようになりました。さすが。少しだけレベルが。レベルだんだん上がってきましたね。<laughs> はい、で、次はこれは嘘。嘘ですね。 綺麗なピンク色で、うん、まあこれもちょっとね白い空が映っちゃってて悔しいとこなんですけどで,す、ね、でもこの一瞬だけだったんですよね、うん、嘘いたのそうですねこれね桜の木にあの新芽を食べに来てたんですけれども<ー>そういうのもあの何を食べるかっていうのが知ってるだけでちょっとねこの辺を見ればいいんじゃないかって、はい、なるほどじゃあ桜の木も鳥のポイントだったりして。そうですねうん で花が咲いたらまたメジロとかも来るし、はい、ああまた変わるんですか？そつぼみの時期だと嘘とかが結構つぼみ食べちゃったりもするす、えー、食べちゃうんですね。うん、でこれも嘘まあお腹も若干ピンク赤いじゃないですか。そうですねはい。でえっ、ー、とウのアシュ赤嘘っていうえっ、ー、と冬になるとあの海外から飛んでくる冬鳥の嘘で。はい。はい で日本で繁殖する嘘もいるんですよ。これはどっちなんですか？これは赤嘘で分かっているで、ね、んですね。へで、日本にいる嘘はお腹はもっとグレーで、はい、ピンクとグレーがくっきり分かれてる、ね。分かるかもしれない。はい、なるほど、お腹で変わるんです、ね。そうですね。うんそれで、えっ、ー、と日本にいるやつは鉱山で、割と標高高いところで繁殖して、はい、で冬は 若干低地にも降りてくるっていう鳥なんですけどもいやこれレンズ通さないと正直私嘘だってわからないで撮ってましたね<ー> <laughs> はいレンズ通してこのピンクの色が綺麗に、うん、写真に収めて初めて自覚したぐらいですで次はルリビダキこれもハゼの木ですね、はい、もう これは一瞬だった気がしますね。この時のルリビタキはハゼの実、はい、食べないで、すぐ戻っちゃったので。あ、そうですよね。だからその瞬間をそう。その瞬間、あ、しっかり取れてる。るこれね、見てないですね。<laughs> 見れてないで、なんか感覚的にいる、カちゃって取って、やつが<ー>、取れてて。あ、ルリビタキだったんだって。っあ、小石さん、<laughs> ルリビタキも取れてると思って、ちょっとびっくりした。いや、もう、なんか使いやすいだと思います。<ー>もう、結構感覚的に取ってた記憶があるので。うん、はい。 これもルリビタキーもあの夏は標高高いところで繁殖して、はい、で冬は割と低地の、ね、公園とかにもじゃあだから冬だからこそこのアルノメイ千葉県のキャンプ場にいたってことそうですね夏になると見えなくなっちゃう冬の方がいっぱい観察しがいがありますねキャンプ場だと,あ冬だとね、はい、あの葉っぱも落ちるし鳥が見つけやすいっていうのもあるしあとあの冬鳥の方が割と 落ち着いいてるっていうか繁殖の時期じゃないので餌さえあの食べ物さえあれば、はい、意外と居ついてくれてるっていうのもあるのでまあ見つけやすい時期ですよね近所の公園でも見つけられるかもっていう,う、はい、次は青地ですね、はい、これは青地か、うん、青地、まあ、これもなんか普通にいた <laughs> ので取りやすかった地面に いところ地面にいたのでそうすね地面に草の種とか落ちてるのを探してるんだと思うんですけれどもまあ私の写真はそんなもんですかもうちょっともうちょっとあるかなまあお恥ずかしいところなんですけれどもはいんか衝撃的瞬間が面白かったのはこれ山柄が著食って言って。 あの食べ物を見つけるとあの隠しておいて貯めておくっていう習性があるんですけれどもそ,うそれをちょうど取れたんですよね。ねこのあはいあそこに穴があるんですよねあの奥のちょっと膨らんでるところですね、はい、そこにこの加えてきたこれね落花生っぽいんですよ。 こう入れてるっていうのをたまたまなんか加えてるなと思って写真を撮ったらあなんか入れたんじゃないって言って、はい、入れたんじゃないって言って見てこの写真をこの写真菅野さんが撮ってくれたんですけど,どす撮ったあと。 覗いてたら、ちょっと山柄が取られちゃうと思って、焦ったのか <laughs> そ<う>。その後すぐね、取りに来てました。そう、別の場所に <laughs>。うちら見張られてましたね <laughs> <で>。焦って、すごいその鳥との、なんか可愛らしいシーンをちょっと。見れたし。うん、ちょっと、ね。覗いちゃって、申し訳ないなとは、はい、思ったんですけどね。そう、慌てて取りに来てたの。そう、そんな可愛い鳥の行動が見れたのも。面白かったなあ、という写真ですね。はい。はい 意外に本当と撮れましたねそうですねはい、このぐらいレンズさえあれば撮れるというもうこの子なんてもうずっと泣いてますからねそうこの常備滝のメスなんですけれども多分この場所がお気に入りでここで周りの地面にいるね虫とかを探してたと思うんですよあそこなんかえっ、ー、と何か燃やした後だったのかなそうですね燃やしてましたねそうですね、はい それで虫とかが出てたのかもしれないんですけれどもここでだいぶひひひってずっと泣いてたん泣いてましたね、うん、結構キャンプ場にいる鳥ってあの中村さんがおっしゃったんですけど人間に慣れてるっていうことで、うん、なんかその時も社長が近くにいたんですけどす、ね、鳥がすごい本当3メーター以内にいて、うん、社長も気づいてないぐらいで<う>はい、なんか鳥たちが本当に逃げないなっていう感覚はありましたそうです、ね、キャンプ場の面白さかなと思いますね、うん、はい このう地面に降りて虫を探してるっていうでしたね先ほどのお話のこれもあの100400のズームでトリミングはしてないんでもあそうですね結構だか近くまで近寄って見れたっていうそうですよね結構穴場だと思いますキャンプ場はキャンプ場ははいこれなんかも結構ね初めて100400のズーム使ったのに 結構撮れてますよねいやーなんかかもう恥ずししくて頑張りましたい,いやいやありがとうございます。もう皆さんもきっとうまいでしょうからもうちょっとお恥ずかしいんですけれどもいや本当もうこれ前、えー、と中村さんと野鳥の森みたいなところであの撮影していた時はう、ね、もう野鳥の森は背が高くて全然鳥が来てくれないんですよ。結構やっぱりねそ<う>人に、えー、と慣れてないとこだと。 遠かったですよね。そうなんです。よだけどその後キャンプ場行ったら鳥たちがめちゃめちゃ近で、え、野鳥の森よりいっぱいいるじゃんみたいな感じになったので、キャンプ場キャンプと野鳥の観察ってすごく相性いいなってその時思いましたね。そうですね。あ、もう私の写真はいいですよ。やこいさん頑張ってた。あ、ありがとうございます。そんなはい。お見せした方がいいかなと思って。で、まあ二人でこんな感じで撮ってるけども。 僕は150 400というねあの私のやつより全然でかいですよね。でかいですね。こちらのこれなんだ。で使って撮ってたんですけども、僕の写真も少し少しだけちょっとね。はい。まあ同じ時に撮ってたんでそんなに差は出ないかないや全然違いますよ。で全然違います。最初はこの目白あの空抜けっていう空が背景になるっていう話をさっきしたんですけども。 これまあ空いわゆる空抜けの写真ですよね。はい、でこういう時この見に来るっていうのがだいたい分かってたのでその待つ位置を考えると<ー>背景にちょっとグリーンこれだったらグリーンのところがあるところで待つっていう感じでん本当ひたすら待つ作業ですよね。ここ,こをまず見つけるっていうそうそうそうどこだったら背景がグリーンになるかなっていうのを探して。 ただねそこの見に来てくれるかっていうのは運なので、はい、そうですよね、うん、いやー本当と根気がいるなと思いました<う>でもやっぱ全然違う,こう鳥が浮き出て見えるようになるから背景がしっこれもだから背景と光の太陽の、はい、太陽まあ出てはいなかったんですけども、はい、あの光の位置を考えてで,でここだったらこの濃いグリーンに背景になるなっていうところで 待ってましたいいやすすごでもう私は鳥を抑えるのに一生懸命だったんですけどその間にでもただねこれもねこの手前の右側の実に来てくれたらいいなと思って待ってたんですけどそうなんですかちょっとずれたところに来たあほどその辺はまあこんだけ実がたくさんあるとですよねあなるほどありすぎても大変なんですね。もっと少なくなってきて残り少ないここにもうここしかないって ってなったら、そこで待てばいいんですけど。逆に、お花とかの方が狙いやすかったりするんですかね。あでも、結構サザンカもいっぱい咲いてます。確かに、難しいかも。うん、か例えば、桜とかでも。はい、ソメイヨシノがいっぱい咲いちゃったら、どこに来るかかど。にあ、もかわからないですね。早咲きの桜が一本だけ咲いてるとか。そういう時に狙うと、狙いやすいかなと思います、ね。なるほど。連なっちゃってると、もうどこに行くかわから,ないから、うん。そう、そ,そう、そう。なるほど。 でこちらキジバト、うん、キジバトってまあ普通の「あハトか」で終わっちゃうんですけども、うんはい、よく見てもらうと結構綺麗な羽トですね。ですね羽が。これもなんか写真でカメラでやっぱ抑えないと、うん、この綺麗さって、ね、結構ハトってずっと動いてるじゃないですか <laughs> だからあんまりこんなにこう目視したことないような気がしたんですけどすごくよく、ね、写真にすると羽の一枚一枚が綺麗なことに気付けていいなと。この地面にいる 鳥を取るときはできるだけしゃがんであげると低い位置から取ってあげると背景が後ろもすっきりとぼけて鳥が浮かび上がってくるのかなと思ってうん、うん、そうそれで教えてもらって私もそうですよね、はい、さっきの青字とかもしゃがんで撮って,とってしゃがんでりますなるべく下から下に行ってうででしゃがむと鳥に対してもプレッシャーを与えるのがちょっと少なくなるのかなっていう、うん 僕も考えててそれで鳥も自然な動きをしてくれたりとかなかなかね鳥にプレッシャー撮影自体ってやっぱり鳥にプレッシャーかけてるんですよねそれを少なくしてあげるとより良い写真が撮れるのかなと思って地面にいる鳥はしゃがんで撮るようにしていますまた表情が同じ写真だけどやっぱ中村さんの鳥は表情があるからあんま変わらないと思いますよね。 いいやその表情みたたたなところりかっんですよ口開けて泣いてるシーンとかそれがやっぱり難しくてどうしても全部口閉じちゃってるなとかその先のの難ししさを感じまたそ辺もね作品としてこだわって撮ろうと思うとさらにその先でちょっと時間をかけなきゃとかなるほどもうちょっとイラストでいいかもしれないですね気軽に楽しんでもらうという今回はそういう話なんですね。 小石さんも撮影していた。はい。ふわふわですね。え、ね、お気に入りのこの場所で。あの虫とかを探しているところですね。 やっぱちょっとレンズが違うからかさっきよりも近いというか、えー、と<ー>羽の一本一本がすごく綺麗に撮れてるなと思うんですけど、違いはやっぱ出てくるんですかね。そうですね。若干ね、こっちの方が大きく撮れるんです。うん、そうですね。換算こっちだと1000ミリまでいけるので、うん、テレコン内蔵で1000ミリまでいけるので、迫力が違う,気がしますうちょっとずるしてる、<laughs> 大きく撮っちゃいました。<laughs> これもね地面に降りて餌を探しているところですねすごい本当鳥が写真になることで本当に表情豊かなんだなということを中村さん写真を通して教えてもらったことだったのでそう言ってもらえると嬉しいですはい。<laughs> でこれがもう常備炊きのこちらはオスですねもうオレンジが綺麗ですね本当にこれはね次の日の朝、はい、僕だけ一人で撮ったやつですあずるいそうなんですか、はい、<laughs> ちょっと早起きして<ー>、はい、やっぱ朝方は多いですねそうですね朝が一番鳥も動くので、うん、撮影はやっぱり朝か、はい、まあ夕方と、はい、日中ってねあんまり鳥の動きも少ないので確かに朝と夕方ぐらいで、うん あと、まあ、天気がいいと、かげろうが出たりとか、撮影に関してもあんまりいいのはないので、うんうん、朝夕がやっぱりいいのかなとま、まあキャンプ。キャンプだと、その翌日の朝は、うん、移動しないで、その場から撮れますから、そ、ね、こ,こがキャンプの相性がいいなと。で、ここからはあの昼間の撮影を終えて、はい、まあ、 キャンプの醍醐味ででそうですね、はい、焚き火っってやっぱりいいですよね、まあ、焚き火はもうどんな覚悟でも絵になるという、うん、でここであのポイントなのがあのキャンプファイヤーみたいな大きな火を焚いてしまうとはい、はい、やっぱりこう情緒感っていうのが薄れてしまうので、うん、なるべく小さい焚き火の方が絵になるなと思います。なるほどはい 僕もこう、焚き火してみて、はい、焚き火台欲しいなって、今思ってます <laughs> あぜひぜひ、ねあの、最近ではソロ用って、一人用の焚き火台もあったりするので、<ー>はい、そうやってちょっとあの、キャンプで泊まることにハードルが高いと思った方は、うん、あのデイキャンプっていう、帰りのキャンプがあって、焚き火ができるような公園もあるんですよ、そこでちょっと焚き火のやっ,ちゃやってみて、それを写真撮るっていうだけでも、思い出にななるのかなと、ね、楽しいと思いますね。はいはい 焚き火の細かいやり方はちょっと漫画を読んでいただいたらわかるかなと思うんですけど。全てが、キャンプす全てが。はい、そうですね。簡単では、簡単だけど簡単ではないので。はい、これでね。お酒の量がすごいいっぱいあるんで。意外と小石さんも写真撮れちゃったんで。はい、もうね。ちょっともう安心して。安心して飲ませていただきましたね。はい。 やっぱりこう本当、キャンプシーンってどこをもう自然物なのでどこを切り取っても、まあ、ご飯もそうだし、まあ、テント一つも、はい、ちょっとしたあの空の写真とかもこう、うん、全部こう撮りやすいというか、うん、絵になりやすいなって感じがするんですけど、はい、どう思いますか、中村さんは。いやそうううでですよねもも身近なところでもう、はい 自分の足元にもいろんなね、はい、あの面白いものってあると思うしそうなんですよね。最初やっぱりこうキャンプっていうと星の写真撮りがちなんですけどまあ星はちょっと1ランク難しいかなと僕も星はね撮ったことないんで、はい、難しそうだなとは思ってるんですけどでもこういうご飯とか焚き火とか、ね、あとあのポイントが翌日の朝ですね朝もやだったり朝露だったりするし、はい、やっぱりこう。 テント開けた瞬間から始まる、うん、その感覚、それを写真撮れるっていうのはね、なかなか普通の宿だで<ー>宿だと考えられないので、キャンプならではかなと思いますね。確かにそうですよね。はい、でまあこんな感じでお肉美味しかったですよね。はい。はい、<laughs> はい。そうですね。やっぱり焚き火で調理をした方があのガスバーナーとかよりもやっぱキャンプ。 ならではなので、<ー>はい。ねすごい。食事も美味しくて、はい、これも全部これで撮ってるのかな？OEM Five で、でね、はい撮らせてもらって。やっぱりこうずっとカメラ。 選びで悩んだときに、うん、まあアウトドアするとどうしても濡れたりとか、あ,<ー>あのチリが積もったりするので、そうですよね。うん、その辺をね気にしなくていいところが、その辺は OM システムのカメラってね、あの防塵防滴だったりとか、結構私カメラダメにしてるタイプなので、<laughs> でね、はい汚しまくってしまったりしてたので、<laughs> <ー>そのあたりは安心して使えるところがすごい良かったです。うん、これ中村さんが撮った、これはそうですね。これ僕が撮った写真ですね。はい 小石さんが朝食を作ってくれているところです。こんな白身をトゥルンと取れるのがすごいと思います。失すみません。はい。これは小石さんが取っているところを撮りました。はい。撮りました。っつってこれハノさんが撮ったのかな？ハノさんかな？はい。まこれも朝夜。これ朝ですね。朝ごはんを朝食ですよこれ。はい。そう朝食で。そうですね。 まあそんな感じでまあ今回はい、はい、お話しさせていただきましたけど一泊だった一泊二日のキャンプで中村さんはじ初めてではないですけれども二回目かな、うん、野鳥観察とキャンプを組み合わせてはい、ね、っていうのを視点、はい、いかがでしたかいや小石さんがこの一泊で まあ、あれだけお見せできる写真が撮れるとは全く思ってなかったんで <laughs> 本当ですね<う>あれ撮れなかったら今日のトークショー中止でしたから <laughs> そうでですすよね <laughs> 危なかったです<う>いや本当にだからまた別日で設けないといけないなって言ってましたよ、ね、本気で思ってました。 いや意外と、まあ、この子が優勝だったっていうのもあるんですけれども、うん、な何なのかね、やっぱりこう普段からその中村さんにあのいつも教えてもらっていることはあの鳥を、まあ、写真を撮るっていうよりはやっぱり見ること観察することっていうことをおっしゃっていたので,で、ねうん、やっぱ双眼鏡で、えー、とキャンプをしながらあ,あそこに鳥がいると思って双眼鏡でパって見るっていう練習を、まあ、たくさんしてたんですよ。山登りりた時とかもも写真撮るるよりも双眼鏡でまず見るっていうのを、うん ほんと2年ぐらい繰り返して<ー>たので、それが多分今回初めてキャンプで。 写真社長の撮影ができたのは、うん、その訓練のたまのものじゃないかなと。思ってますね,すね。鍛錬してたんですね。<laughs> いや、本当はありがとうございます。でも、やっぱり、何事もそうですし。私も絵を描く人間なので、うん、やっぱり、観察ありき、その後に。はい、撮るとか、描くっていうのが。そうです、ね、はい、できるのかなと思ってます。僕ももう、バードウォッチングの延長に。 撮影があるると思ってるので観察っていうのも大事ですし、うん、あと割とね双眼鏡で鳥を見るとあの羽の一本一本とかきっちり見えたりとか、はいうん、その感動もあると思うんで僕も撮影当然してるんで、はい、撮影するんですけれどもちょっとね双眼鏡で見るっていうのもやってもらえたら嬉しいなと、はいはい、そうですねなんか意外とその野鳥 の撮影ってちょっと話ずれますけど、なんかすごく歩くいて、なんかこうずっと野鳥観察のため、撮影のために時間を使うって感じだったんですけど、キャンプと組み合わせることによって、そのガチな野鳥観察とか撮影が若干こう緩むというか、みんなが楽しめるものになる。<う> 緩く誰でも楽しめるものになるからせっかくなんで一人で結構野鳥観察野鳥撮影って行きがちなんですけど、うん、まあ誰かを連れてきたいって時には、うん、もしかしてキャンプを組み合わせることによって<ー>なんか野鳥の時間だけじゃなくて、うん、ご飯とかも楽しめるし、ねはい、自然観察っていうところも、まあ、お子さんと一緒にもできるかもしれないし、うん、あのただの,あの自分だけの趣味が周りと一緒に共有できるものになるなと思ったので。 すごくあの相性がいいものだなと思ってるのでぜひ今後ね皆さんもキャンプと野鳥観察をね合わせて、ねいただけたらそういうなんか名前とかつけて流行らしましょういいですね野鳥キャンプっていうのはちょっとよくなんかもっとおしゃれな名前にしておしゃれな小石さん考えてくださいじゃ考えるんでよろしくお願いしますというところでまあこういう感じでね楽しんできたんで最後は 焚き火のムービーで癒されて、ね、終わりにしたい。最後あの三人が楽しんだ焚き火のシーンをちょっと見ていただいていい、ね、終わりにしたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> いいですよね焚きね、はい、ずっと見てられますもんね。これスロー再生？スローでなってますね。 こうね、巻きのね、置き方、ちょっと悩んでますけど、これもコツがあるんですよ。<ー>空気を通すような置き方をしなきゃいけないので、がばって蓋をするよりも、斜めにしてちょっと沸騰してあげるっていうのが、スローモーションで現れてました。というわけで、あありりががととううごござざいいまました皆ありがとうございました。 以上で中村俊勝先生と小石優香さんによりますトークステージは終了となります皆様今一度お二人に大きな拍手をお送りくださいありがとうございました